はい、どうも皆さんこんにちは。実は皆さんに隠していたんですけども、女優の新垣結衣さんと真剣に結婚を前提にお付き合いしております。クラクラチャンネルのケースケ実況のケースケです。パッパーということでね、新垣結衣さんとねお付き合いしてるんですよね。はい、ということで、だってねー、嘘でした。今日はエイプリルフールなので嘘ついちゃいました。はい、ということで、そんなね、俺なんかが新垣結衣さんと付き合えるわけねえとかなんだろう。で、そんなね、新垣結衣ちゃんとね付き合いたい私ですが、今日は何をお送りするかと言いますと、昨日本赤の方ですね、スーパージャイアントラッシュですね、お送りしていきましたね。まあね、タウンホール13でもうめちゃくちゃ強くて、スーパージャイ流すだけ全開が取れてしまいました。で、サーバーからこちらニアスケアか、何をねブーストしたかと言いますと、はい、こちらスーパーバーバリアンですね。かっこいいですよ。はい、でスーパーバーバリアンね、やっぱね思ったのが、やっぱり訓練時間が22秒ってもうめちゃくちゃ作りやすくて、でしかも5枠なんですよね、の枠でね作れちゃうんで、もうめちゃくちゃ資源狩りにすごいいいなって思ってて、あとは優先攻撃目標がゴブリンとは違って、何でも全部なので、パーセンテージも稼ぎやすくて、で負けにくいっていうので、結構ね自分このライトニングドラゴン編成かのタウンホール11以上はライトニングドラゴン編成の亜射式編成ですね、亜射式って言われる資源狩り編成、結構効率がいいんですけども、こちらのねスーパーバーバリアンの編成もね結構コスパいいんじゃないかなって思ったんで、今回はですねこちらのスーパーバーバリアンラッシュですね、はい、こちらですねをやっていきながらですね、あとはですね、まあ最後の方にスーパーバーバリアンラッシュをねやっていってね、ちょっと資源狩りとか、あとは全開できるのか、こちらをやってみたいなと思います。あ、来ました。美味しい、うまくね、エリクサー100万、これは美味しくいただいちゃいたいんですけど、あ、ジャンプ持ってくればよかったな。まあでもあれ、突撃艦の中身が、あ、そう、これライドラバルーンなんで、それでなんかちょろっとやっていきたいですね。なのでちょっとどれぐらいだ、どんなもん、結構1体で削れるし、でしかも、え、こいつなんかもう欲張りに2個壊そうとしました今こいつ。で、最初に出したやつ。で、こういう風に、ポン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 って、1体か5枠投げるだけで、通常のゴブリン5枠では、削りきれなさそうなところも、レイジバーバリアンだけで、普通にちょろっと削っていけるのが、やっぱり強いとこですよね。いや、強いな。本当に。で、まあこれで、まあ大体削り切ったじゃん。外周施設削っていったんで。じゃあ、あとは中身か。中身、ちょっと今回ね、たまたまですね。はい。突撃機関のライドラが入ってるんで、ここに対してちょっとぶち込んでいきたいですね。バチコリぶち込んでいきたい。で、ここで突撃艦を落としてって、ダークエリタンクとかも美味しくいただいてっちゃって、で、いいぞいいぞ。で、こういう風に稼いでいけば、さあどうだ、どれぐらい稼げる、そこまで稼げなかったか。あとはダークエリポンプ削っていきたいですね。ダークエリポンプ削っていきたいんだけど、でもそうだな、一箇所でいっか、こっち方向、範囲攻撃がないんで。ちょっと枠数を削って、日壁の削り具合もめちゃくちゃ早いんで、もうこいつらだけでちょっと出しただけで、ちょろんと出しただけで、はい、ポロンと出しただけで、これだけ削っちゃって、で、あとはね、ウォーデンか、ウォーデンでここをね削っていけるかな。と、あー、アーチャーちょっといろいろ範囲がちょっと届いちゃうんで、ここでクロークを出していって、ダクリポンポを、出していって、出していけば、はい、これぐらい30枠、30のかける150枠ほどか。まあ、これだったら、射式編成の方が、まあ、結構枠数節約できるとは思うんですけど、まだただちょろっと、外周出しただけで、これだけ削るって、だいぶ大きいですよね。はい、じゃあね、そしたらね、スーパーバーバリアンラッシュでね、タウンホール11や12、スーパーバーバリアンなんか強い的な、それだけでも全開取れちゃう的な噂話を聞いたので、ちょっとね、スーパーバーバリアンラッシュでね、果たして全開取れるのかちょっとやっていきましょう。これレベル上げと、あ、レベル9、レベルマックスバーバリアン、スーパーバーバリアンになるんで、これは相当強いんじゃないか。はい、じゃあ手始めにですね、ちょっとここやってみましょうか。まあ、レベル4、ギガネスならレベル4のところなんですけど、まあ最初はちょっと、弱めのところを削っていって、まあ5枠でちょっとちょろっと削っていってもらって、で、入れていきます。で、エリポン。で、レイジ状態が切れても、やっぱりスペックがもともとね、俺並みに、高いんで、このスペックの高さを生かして、やっていけばね、普通にね、全開まで伸びると思うんですよね。で、ここから割っていきますよね。
で、ここから、はい、ちょろんと、あー待って、手箱が見えたんで、こう落としていくんですけど、で、ヒールを焚いていって、で、まあ、ここから奥の方いいよ、いいよ、こう、どん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 、奥の方から足していって、行って、で、どん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 、もういや、なんかめんどくさくなってきた。すぐめんどくさくなる。良くない性格なんだけど。で、これでしっかりと、で、これだけいれば、もう本当に、レイジなんかもかっちゃって、レイジが切れた後もレイジがかかっている、このスタイル。で、これで、そろそろピキーンしといて、さあ、無敵。もうね、スペックもそもそも高えからさ、レイジバーバリアン、もう本当にレイジ切れても、なんと言ったらいいんだろう、もうディガイアホグよりも、体力や、あと HP がすげえ高いんで、どん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 壁を破ってくれて、で、かつ、進行をね、どんどん助けてくるんで、これ結構、あるか全開。全開ありそうなウィニングス。あとはもう怖い範囲攻撃が、こっちのヒールぐらいなんで、まあとりあえず一旦ステイサムしとくか。一旦ステイサムしておいて、で、ちょっとウォーデンが行ったり来たり、行ったり来たりしてるよ。大丈夫？で、巨爆が出てきたら、ちょっと巨爆の方にね、こう、ちょっと当ててあげるっていう。待って、ウォーデンは大事なんで、ウォーデンのライフオーラって本当大事になってくるんで、で、ウォーデンのライフオーラ大事だよ。で、お前唯一もうアチャク落ちたから、唯一遠距離攻撃が落ちてしまう。落ちてしまうんだけども、こっからいい感じになんか、どんどん壁の中ぐーって回ってきてくれるから。どうだ、マグマ壁これだけの数がいたら、オッケーオッケー。で、ババキンアイアンフィスト、まだ行かれるババキンが残ってるし、やっぱ、いや、マグマ壁だっけ、もう、これだけの数がいたら、あっという間に割っちゃうよ。チートキュースはこれ。で、まだ、ババキンアイアンフィスト残ってるんで、あ、これぐらいの施設レベルだったら、余裕じゃねえか、なんかもう。フィストとかいらねえじゃん。で、こっからしっかりと壊してってもらって、さあ、こっから、ウィストに当たってくれ。もうそろそろフィスト発動してって、小ババとか、スーパーバーバリア、ちょっとね、守っていきます。あー、巨爆でちょっと小ババが死んでしまうのが、きついかもしれませんが、さあ、ただこっから、壁も開けていって、で、あ、いいよ、いい。別にこっち壁殴っててもよかったんだよ。一緒に突き進めばよかったのに。え、普通にこれぐらいの施設レベルだったら、いけちゃうな。ほんとだ。ほんといける。ダメだよ、これ、こんなのやっちゃ。いや、昨日に続いてかい。昨日のスーパーチャイラシ続いて、スーパーバーバリアラシも、全然強え。はい、じゃあね、ラストに、もうみんな大好き、クローの呪文、3発かけまして、1発につき6体複製されるんで、64の82体。レイジ、スーパーバーバリア、82体。ちょっとこれやってね、このね、タウンホール12、同格あったよね、前回取ってみましょう。取れるんですかね、さすがに。はい、ここいいですね。資源パンパンに溜め込んでやがるんで、ここどこ行こうかな。こっからちょろちょろって出してって、許せ、貴様らは犠牲だ、ただに犠牲だ、許せサスケ。で、ここからボールバスターでババキン、アチャクイ、ウォーデンを素早く入れていって、中に入れていきましょう。で、これで、しっかりとね、こうね、タゲ取り用みたいなイメージですね。タゲ取り的な感じで、で、入れていって、オッケー。で、アチャクイの方に入れていきましょう。アチャクイ、中入れ。で、からの、こっからクローン3発もう適当に落としちゃっといて、で、しっかり中に入れていきましょう。ちょっときついから、ここら辺できついんで、しっかりとヒールを落としてあげて、で、こうしてあげながら、さらに、小ババも複製させてあげて、で、火力も落ちてくると思うので、こっからウォーデン、ちょっとピキーンしといて、で、ウォーデン、ピキーン、オッケー、ピキーンして無敵状態で、一気に進んでいって、壁を四方八方開けてって、シングルインフェをぶち破っていけ、お前ら。いけ、いいぞ。これ、あれ、ちょっと待って、これ、まともな編成でやりゃ、普通に全開とか伸びそうじゃね。あれ、なんかここまで、普通に、むちゃくちゃ戦法をやってるけど、よくよく考えると、今度、スーパーワーリアラッシュだけで、これだけ行くんだったら、普通の編成、やりたくなるな。ね、結構これだけで 58% まで行ってんもんね。もうちょっと、変えてみてもいいな。はい、じゃあちょっとね、編成変えてみまして、昔入ったファルコン編成ですね。クヒ・バルキリー編成の、その枠をちょっとスーパー、バーバリアンに変えてみたんで、強いんじゃねえかなと思って。で、あとはね、まあ、ウォールバスターからの援軍の中身ちょっとね、
終盤以降か中盤以降の壁開け能力もっとや、頑張ってほしいのでスーパージャイアント入れたらこちらの編成でねちょっとやってみましょう。はい、じゃあちょっとここやってみましょうかね。どうしようかね。怖いね。で、やっぱスーパーバーバリアンいいところが、今までさ、ここら辺さ、サイドカットバルーンガーのビビトラとかで使ってたんだけど、普通にサイドバック、主力としても使えるし、サイドバックとしても使えるっていうのが非常に魅力的ですよね。これが一番強いなって思います。で、まあ、ボーラーのバウンドダメージとか生かしていきながら、ここら辺の、ステスのカットをね、していきましょう。で、まあ、あれかとよーく様子を見てって、だいたい削っていけてるかなぁ、ふにゃららーっていう感じのタイミングでいきましょう。で、ボデヒーはまあしっかりとね、あ、そうだ、俺のボデヒーあれだ。レベル低いから、あれなんだよね。確定数とかもう結構近くかっちゃうかもしれないんで、ここら辺はちょっとね、レージを使って、加速させていきましょう。で、まあ、金庫とか水戸あたりとか狙っていく、そんなタイミングでいいかな。で、こっからさ、レージバーバリアンを数体出していって、相手のババ金処理とやっていきます。これどう？あー、やっぱ、強っ！びっくりした、今。強くね、レージバーバリアン。今、えぐかったよ。普通にレベル45のババ金も、それなりに体力あるはずなのに、普通になんか、えぐかった。で、まあ、ボーラーもつけていきましょう、上から。で、からのスーパーバーバリアンをこう、ギャーって入れてって、で、かの、レイジをかけて、いって、で、まあ、ヒールですよ。やべ、ポイズンかけないと、これはまずいぞ。で、ここでピキンしてって、さあ、ちゃっちゃとやっつけてってくれ。で、さらにここでレイジをかけていって、ババキアイアンフィストを発動させていって、で、スーパーバーバリアン、どこ行った？あなたたち。スーパーバーバリアン、相手の直撃の方に引っ張られてくれ。なんかこれで、しかもバウンドダメージ生かしてって、これいけねえから、ヒーラーはどっちについてて、そっちじゃないんだよね、あちゃくい、ちょっと、ボーラーやスーパージャイアントの方に引っ張られてくれ。なんかこれ以降じゃないかな。違う、なんかイメージ的に結構、ファルコンに近いような、そんな攻め方とかできるかなと思ったんですが、結構意外と、あー、いなくなっちゃったな。違うのかな。いやでもね、これ中央に、こう、中央がでかいんで、こう分散しちゃったっていう、そんな感じなので、いや、これちょっと可能性はあるな。ちょっと対戦とかでやってみて、もしこれで全開が取れたりとか、あと全開取ってクラメンがいたらね、ちょっとこれ今度動画にしますわ。でもまあスーパーバーバリアンもサイドカットとしても使えて、で主力でも使えそうな可能性がワンチャンあるので、ちょっとね魅力的ですよね。本当にディガホグよりもステータス自体は高いんで、うまいこと呪文を使っていけばね、全然全開もね伸びそうな、そんな気はします。はい、もういいや、撤退してっての終了ですね。はい、そんな感じで今回はですね、スーパーユニットスーパー、バーバリアンですね、使ってみたっていう動画お送りしていきました。まあラッシュ動画ですね、やってみたっていう動画なんですけども、まあ前回撮れたのは1回か1回は撮れたんですけども、まあそうですね、まあちょっとディガホグとは違って壁を越えれないっていう特性なので、まあそれでもまあさっき言ったようにバルキリー的な使い方とかね、まあバルキリーとは違って結構な数も詰めますので、それでこう攻めていくみたいな攻め方とか面白いなって思ったんで、ちょっとねまたいろいろ研究していきます。あとはまあ海外の人のね、上手い人たちがね新戦術作ってくれるかもしれませんので、そちらの対戦リップもね入手いってしまうと動画にしていきます。なのでこういう風に毎日クラクラ動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、で最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。